NXT ドラフトリース最終戦です。気持ちを込めて戦います。もう最終戦ですよ。優勝への片道をやっていきます。全然言葉でいきなり言うから、いきなり始めるからなんか変なの。はい、ということで今日は、巨大対夕張です。夕張ということで、じゃあやっていきますか。はい、はい、あのピッチャー漆黒の黒目くん、毎回ピキンっていうやつめんどくさい。我が神宮スタジアムでね。で今日これで、大輝が勝つと、2勝1敗で3人が並ぶと。松雪調子いいね。相当面白い展開だな。松雪調子いいね。で何も面白くない人がこの紫ですね。こんにちは、先輩です。はい、いいよいいよ、ありがとうございます。気持ちよくね、4人次のドラフトで取ってください。ありがとうございます。菊池行くしかないんだよな。うわ、大輝投げるピッチャーがいいね。菊池で来い。やべえ。さあ大輝勝っていこう。よし、勝ってみよう。痛いからね。しゃあ、当初はまあ髪の毛ゴミ加藤君、わあ石川調子いいね。いやでも石川微妙だな。絶対やんない方がいいと思うけどな、俺は。石川？うんうん、大谷でいいと思うけど。大谷打たれる。これでいきます。大谷結構打たれてる。あ、そうなの。じゃあ運命の試合が始まります。皆さん、ついにパワープロ ST リーグのね、歴史が動きますから。すごい、もう3連覇なんかないですよ。そうだそうだ、もう3連覇させちゃいけないんだから、もう俺の方応援した方がいいっすよ。あ、そっか、そっか、ダメなんですよ。そうそうそう、こいつを3連覇させないっていう意味でこれ頑張った。俺喋らないからね、集中するから。はいはい。さあ、実況は私、ノリと OK です。お願いします。お願いします。はい、OK! OK! おっしゃい！ OK! おっしゃい！あー、勢いでね、持っていくタイプですね。第2球投げた。2球で空振り。2番今宮投げた。すげえ。バッター追い込まれました。投げました。低め。すごい。サード右への打球。いやー、菊池うぜー。松田が最近ね、守備が好調ですね。左バッターボックスは3番大谷。ただのカーブ、ボール。まずは開脚始め。投げました。決まってストライク。投球は3球目。投げました。外れた。カウンター2ボール。ワンストライク。うわっしゃ、ここは打ってくる。うそ、よっしゃ。やっぱ化け物だった。化け物だ。大竹さんやっぱ俺敬遠しようかな、大竹。戦いたくないわ。いや、あり、うん、頭いってる。うわっ、ゴーツしました。ファール。第2球投げました。打った。あっそー、ここはしっかりと。シェリー、オーケー。問題打っちゃうんすよ。1回の裏、さあ、この石川が通用するかというところが今日の見どころですね。第2球意外と球が深いの。当たりますよ。マジか。ストライク。これで追い込みました。進化、今日はキレッキレです。オッケー。おーっと、取れました。そう、うまいです。得意なのよ、あれ。守備がうまい。ボール、これはわずかに外れています。ドロップも持ち合わせてる。俺は歴史を動かすんだ。これは、おー、あー、さあ、ロペス。バッターは3番、ロペス。もう進化弱えな。昨年は2冠に終わりました、このロペス。投げた。打ちました。いや、これやばい、これやばい、これやばい。最多安打、そして打点。ナイス、ナイス、今宮さん。素晴らしい打撃ですが、ここは2回の表、先行チーム攻撃に入ります。先頭バッターは DH のメヒ。もうスラウザい。これから2球目打ちました。やばい、鬼のドンズ。詰まってるね、今の SS じゃん、鬼ドン。バッターは6番、神。初球落ちました。あーくっそー。しっかりとここまで当たっていく。これで2アウト。やっぱりエースの風格出てますね。村田、村田。あー、もう分かった、うっすらって。やっぱエグいな、優勢。テンポいいですね。シェー、いっちゃうよ、この回3点ぐらい。いっちゃっちゃ。先頭バッターが指名出した。オッケー。はい、オッケー。ヒットはオッケー。はい、オッケー。先頭出ました。最高、こんちゃん。あ、これはバントで。はい、オッケー、バント。バント、バント、バント。送りバントですよ、要するは。さあ、マッチ。インロー際どい球、見せてくれ。第2球、お前の。おー、痛い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 。ホームランか。あー、フェンス直撃、タイムリーヒット。うれー、歴史を覆すんじゃ。3連覇だね、先制しました。マスカ3連覇なんかさせないんじゃ。3連覇はメロンズ。カーブに全くタイミング合いません。何してるの。左中間のフライ、取りました。アウト。二塁ランナータッチアップ。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。うわ、これは痛ー。完璧なホームラン。
初球球これはもろたこれはやばいマジで投げました打ったピッチャー返しセーフでしょはいオッケーまあちょっと久々にコールドっていうのもねあるもう俺めちゃくちゃ見えてるからね今日最初のバッターボックス悪いけどあっと悪いけど軽率だわそのカーブはこれもう一発出ればさよならですさよならです怪しかったあれ一発出れば王者初のコールド負けかいけた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 おっといけた調子ああここでマストンさあ歴史を覆してやばいぞ止まらない止まらねえふざけんなおー危ない今マジあるよコールドあるぞこれマジあるさすがにそれはプライドが許さないか許すよせん先行チーム攻撃に入ります先頭バッターは第2球2球目空振り早いね追い込んでから投げた打ちましたファールボール普通でこれだもん第4球はうっせぇこのサークルチェンジねこれ頭がこんがらなくてもいいんだ投げた初球を打ちましたオッケー川崎ボールを取るここは川崎の守備範囲素晴らしいランナーありませんうーっねいやもう今何回今何回3回表テンパってるテンパってるテンパってる王者がもうテンパってる頼むよマスターあー待って皆さんいったー皆さんスプリット投げたんだよちなみにスプリット待ちのまっすぐ対応だからおおどっちにしろも終わってたからはいやばいぞおいあと1点で試合が終わってしまいます今日やばい日だもん俺マジ正義強すぎる強すぎる正義やばいこの半端じゃねえよ優勝するんだ俺がこの約1時間前仮眠を取ってスッキリしております裏情報やめて打ちましたおねえスライダー投げてこいよ試合に対する準備がね素晴らしいやばいあっとこれはまさかの決勝逆再現か大地さんがもうピヨピヨしちゃってるもん第2回の決勝の再現頭ピヨピヨしてる第1打席は打ちました初球打ち1球であと1点止まってしまったこれ俺ヒット打たれたら終わりでしょ終わりですそして今日はホームラン打っているアキラさん池田来た池田来ました絶好調投げましたジャストミート終わった終わってしまったありがとうございますありがとうございます最後は嫉妬で試合終了でございますあの一つ言って正義今日強すぎる今日やばい今日審判俺の決勝みたいな感じこの瞬間3連発言えるあそっかもう決めましたお前なくなったやんそっかそしてこの瞬間決勝俺対正義決定ですおめでとうとうとういやあれでも始まってから全部優勝していた男がまあしょうがない勝負の世界だからさそうだなでも俺も次ドラフト3名取れるとうとう大輝の試合が始まるありがとうございます終わりだからなとりあえず俺の試合だからまあプロ野球もさそんなさポン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 優勝できるわけじゃないからそうだなそうそうそうとりあえず今回あの優勝正義に譲るからさなんでなんでノリノリこれ頑張るからこれもうね次は決勝になっちゃうんで俺も取るやつもう決まってるからちょっともう次の絶対嘘ドラフトの話してるだけなるほどドラフトね次ね次のドラフトでも結局これはちょっと一回整理したいんですけどはいリボンさんのチームからは取れないんです取れないなんで取れないそれなんで帰ってくる帰ってこねえよ帰ってこささねえし可能性はあるからねそうそうそうそれがねちょっとあいつオリックスだっけオリックスオリックスだだからオリックスの選手からはもう一人山田哲人とかも取れないし、騎士とかオリックスは取れるよオリックスは取れるんだあいつは取った人だけだねああ、なるほどそういうことなんですね菊池、浅村ら辺はもう取れない騎士とかふざけんじゃないよふざけんなあいつマジで僕ですよ次の決勝の見どころをやっぱねあそうだねお伝えしてもらった方が次の決勝の見どころはやはり投手の好調ピッチャーしたいってことすごい声出たよ投手のやっぱり調子が僕はあのいつも悪いんで大体普通から下好調とかあんまないからそこが鍵であと鍵としては菊池雄星が普通以下であったそう俺の鍵はそこなんですよ先発の雄星さんにかかってます
やっぱりどっちも先発がね。そうなんです。俺もピッチャーとないとやばいわ、リアルに。優勢が黄色以上だった場合、僕の勝ちが決まります。じゃあ俺ピッチャーも気をつけ。あとは正義を倒すためにはもう系統系統っていうのがもう前から言われてるけど、そうだね、それは前から言われてるね。はい、ということで面白かったらチャンネル登録、高評価、嬉しいです。みんなごめんね、3連覇できなくて。決勝もチェックレア、チェックレア。